皆さんこんばんは。バンドじゃないもんリップにブルー担当のももちゃんこと大桃子サンライズです。ピーダーピークラドラ娘杉美作です。なんだよはい、恋するリンゴ色担当しおりんこと恋しおりんごです。あとアザラシです。キューキューはい、サディスティックブルー担当グミちゃんこと七瀬グミです。はい、メルヘングリーンのベース担当ミュージーこと松崎美優です。キューキュー。うっす、ことイエロ担当ゆずぽんこと天夏ゆずです。キューキュー、というわけで今夜はおよそ1時間バンドナイムのニューシングルメタモライザー発売記念特番をお送りします。イエーイ、パフ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 。というわけで明日5月17日にメタモライザーをリリースするんですけれども、すでにフラゲした人はーい、今日もこの番組前はタワーレコード渋谷店でリリースイベントを行ってまいりました、はい、ニューシングルメタモライザー気に入ってくれたかな大丈夫アホのキャラが謎になってきた気に入ってくれたかな。初めてももこんなもん初めて言われた通りにしか読んでない疲れてない、大丈夫ってコメントが来てる。コメントありがとうで来てくれた。コメントをいじるMC10 年早いぞちょっとニューシングルについてのことをねぜひ書いてください。はい、うん、感想感想聞きたい。なるほどね。そう、こっち側にねコメントがあるんだよね。そう、画面が見えてます。こっちにあるの見とるよ。はわはわ、ジャンボも可愛いし、渋谷行ったよ。ありがとう、Thank you。 ありがとう。踊り覚えたい、覚えてほしい。嬉しい、ね、一緒にできるような感じだもん ね、 ね、爆発最高だったと大好評ですがはい、新曲についてはこの後たっぷり話しますが、今夜はまずこの話題からお送りします。はい、おとといの5月14日新木場スタジオコースで行われたバンドじゃないもんワンマンライブ2017東京ダドダッシュ、ちゃんと汗かかなきゃバツ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 、おかげさまで満員をねソールドアウトでした。ありがとう、パリピそうなんです、パリピ本当にありがとう、パリピ、パリピ。あの今回のワンマンは最新アルバム完璧主義の世界に不完全な音楽をのリリースを記念して、4月29日に大阪ビッグキャット、5月14日新木場スタジオコースで行いました。時間があんまりない中でのワンマンでしたが、どうでしたか。私的にはすごい楽しかったなのに。アザラシはさ見てたの。うん、見てた。ねえ、グミって言うのに。私見てたよ。でも全然気づかなかった。キュキュ。なぜなら私小さいから。そうだね。すごい小さいから見えなかったですね。あんまね。でもジャンプ力がすごいんだよね。あ、パンプアップゾーンみたいな。パンプアップゾーンみたいな。気づかなかった。よく見たらリフトされてたかもしれない。よく見たらね。いたんだね。よかったね。しかもそのワンマンで、あの新しい衣装をお披露目して、そう、そのね、我らあれを。お塩さんがやってくれたんですよね。塩ちゃんが皮を剥いで生地を作り、何の皮を剥いだの？自らの新しいの皮？そうそうそう、それ女みたいな話。仕事しないで。私も守る皮を剥いで。だからこれ着てんだ今日。あ、そうなんだ。これの下では大変なことが。新しい服をややこしくなってますね。塩ちゃんがね、ヒロインステッチとしてね、ブランドヒロインステッチとして。生地を作った、うん、そうなの、テキスタイル、テキスタイル、テキスタイルを担当させていただいて、そしてあのねホワイトリリーさんとコラボレーションをして新衣装を制作したなの。いや、お塩さんありがとうっていうコメント来てた。いやいや、こちらこそありがとうございます。ホワイトリリーさんは前は何の時、オバイブスのあたりリリースじゃないや。ライブ衣装だね。そう、ライブ衣装だったね。それだね、みんなが頭に羽つけてたやつだよ。そうだ、これ、クリスマス MV で着てた。そうだ、ちょっとこの一瞬着てた。そう、その時のね、ホワイトリリーさん再び。クミがないと。クミさんが、モモは誰かに殺されたんだ。ちょっと、伝説の動画もありましたね。伝説の告知動画。あるからね、ちょっと、まだ。YouTube に残ってるから。あの。
すごい可愛い衣装になってるからね、そう、みんなに見てほしいです、見てほしい、そしてさらにニューシングルメタモライザーのカップリング曲ファンタスティックを初お披露目しました。よっしゃー、やったねー、やった、すごい曲だよね、早々に ね、うん、意外と激しいもんね、激しい、そうだね、そうだね、バキバキに楽器を、ね、悪いギターと悪いシンセンあそこやばいよね自分で撮りましたそんな、なんかさ、みんなのさ、セリフパートとかも入ってて、そうだよね、面白いんだ、私、ざわざわしてんだよ、それなって言ったみちゃんずっとみたこちゃん何に対してもそれなって言ったそれなずっと言ってんのよな、そうなんです、そんな感じのこともありつつ、はいはい、およそ2時間半で21曲を披露しました。多いね、そうなんです、そんな一昨日のワンマンについて話したいことはそれぞれたくさんあると思うので、こんな企画をやっちゃいます。おお、題してワンマンライブ新プレーコンプレー、怖いよ今の新プレーコンプレー先日のワンマンライブ、感動的なこともあれば一発勝負の生だけにやらかした失敗もあったかもしれません。 そこでワンマンライブに関して話したいお題をそれぞれスケッチブックに書いてもらいます。はい、今から今からしょうがないんだね、今からしょうがないな、みんなで書きますか、ありがとう、いいよ、ここにこれスケブとか言っててね、スケブスケブ、あ、まあまあ、ごめんなさいね、こういうのってさ、だいたいさ、チンプレーのみになりがちだよね、あ、そうね、コープレーとはでも書きたいよ、これさ、どっち書いてもいいってこと、そうですね、話したいお題をそれぞれ書いてるんです、それな、なんかやばいぐらい思いつかないよね無理やりでも出して記憶がない、どうしよう、そう、記憶がない、どうしようかな、何がいいかな、何かあったかしら、あれもこれもって感じで、なんだろう、これでもさ、新プレイさ、言っちゃうとさ、もう、うん、むしろ反省会みたいなさ、すいませんこういうミスしましたごめんなさいみたいな、反省会じゃなくてね、チンプレーがいいよね、うまいことね、あ、それじゃあ珍しくこうプレーしちゃうかな、かね、印象に残ってることでいいんだよね、印象に残ってることか、印象ね、わかったよ、お、あ、失敗した、さっきからね、コメントでね、お前らのチョモランマ見せろって言ってくるねチョモランマ見せろって言ってくるね、はい、できた、ね、お、早い、出していいのこれ、私はできた、お、誰から行きますか、はい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 、お、じゃあグミティアンから、うん、じゃあもうね、みんなが言ってるよ、あ、私のチョモランマ見てください、それ、ね、今書こうと思ってたから、うん、これは誰が言ったんですかね、これでね、あのみんなでコール&レスポンスしたんだよ、ね、言わせたのよ、これを言ったのはあれだね、モンスターだね、だからそう、言ったのはモンスター言ったのはモンスターシオがね、言ってって、ね、言ったってくれて、いいよってね、うん、そう、あのチョモランマのね、動画を流したんだよね、チョモランマの動画で伝わるかな、ね、伝わらない知らない人には何のこと、山の話かなって思ってるから、バンモンがね、チョモランマキャンプっていうのに挑戦したね、あの動画が流れたんだけど、その後にね、私のチョモランマ見せてくる、じゃあ見せてじゃない見てくださいっていうコールアンドレスポンスしました、はい、あれは印象的だった、ました、コメントでね、戸惑ったわって、うん、そうだったの、それに、まあちょっとね、まあ通じてるんだけど、じゃあ私言っちゃうかな、うん、バーバン、ごめん、なんか、うん、左に寄った、キュー太郎先生バキバキわかる、そのね、動画にも登場してくれたんですけど、うん、なんと飛び入りゲストといいますか、スペシャルゲストといいますか、あの初めてバンドじゃないの、うん、バンドじゃないのワンマンでゲスト出演してくださった、私たちのあらゆるね、バンモン楽曲に振り付けをつけてくださってるキュー太郎先生が、そのチョモラマキャンプの動画にも出演し、うん、本人がそのままライブに出てくるっていう演出をさせていただいたんですけどそのキュー太郎先生と、まあ、私のドラムの
ドラムとキュー太郎先生のダンスがこうバトルっていう、そう、あのさ、ヤキモチのいつもミサカモンって言ってるところの、うん、そう、みーちゃんのドラムソロで戦ったんだよね。そう、戦ったんだけど、キューカモン、その毎回ね、こうリハの時とかにキュー太郎先生がちょっと毎回違う踊りをしてたんですけど、うん、本番ね、ね、もし浮いてなかった、ボキボキの中継だった。それ見れなかった、見れなかった、そう、固まってたから、見れなかったからねすごい気になるけど動いちゃいけないから見れなくてキューカモンって見てたんだけど、ずっと、うん、帽子がなんか宙を舞ってた、そう、こうやってね、この間で帽子動いてたの、うどういうこと、みんな言ってる、帽子浮いてたの、そう、見たかった。これぜひね、あの DVD にもなるので、そう、DVD を確認してみてください。見たかった、本番になってきて、また見て、美味しいバキバキでした、すごいプレイ、うん、あ、じゃあモモ出そうかな、どうぞ。すごい些細なことなんですけど、ててん、本番15秒前しお、一旦もめんじゃねっていう、そう、違うよ、3人チームでしょ、爆笑してた、本番の直前にそう、多分しおりが生まれて初めて一旦もめんじゃねっていう言葉を使ったんじゃないかっていう事件が、そうだ、あの上に浮いてたやつですか、もしかして、そう、なんかセットでね、そう、ステージになってるので、あれ帯だよね、そう、みたいな、レビューカラーの帯みたいなのが6本バーバーバーにちなんでたのかな、かもしれない ね, ね, ね。それに対してモモがあれ、あのヌライヒョンに名前をつけたいみたい な, な顔を描いたらヌライヒョンだねって言ったそれ一旦もめんじゃねそういつもの口調が違うからなんかやつモモ違うから突っ込まなきゃと思ってもうどういう風に突っ込んだらいいかなって、なんかみーちゃんが文字付き感ある、みーちゃん風にね、それ一旦もめんじゃねって言ったのに、初めての経験だったからね本当にさ、本番直前だったのにさ、笑っちゃってすごい印象的な出来事でした。それさ、しおがさ、でもすげーっていう時も好きなんかさ、最近思うんだけどさ、言葉遣いがワンワン入ってからちょっとさ、なんか汚くなっちゃう、ね、周りの影響を受けてきちゃった、すげーなーとか思うよ、やべーなのが、本が言いたそう、だから本じゃない人にしよう、待ってよ、待ってよ、あっちゃ後輩いじめ良くない景気はでれー、待って、全然伝わらない、どうしよう、え、伝わんない、かぶせていいですか、あ、いいよ、かぶせじゃん、あ、秘密結社、チャライチャライやっぱ俺たちできてるから脳で会話しちゃうの、会話しちゃったわそう、あのね、ワンマンで秘密結社2人初披露だったんだけど、うん、それの一番でね、ミューチーとね、熱いキスをしてしまったんですよあの大舞台でね、そう、え、本番は本当にキスした、もしかして、あ、言わせんだって、それはそれ以上言わせんなって、ごめん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 、濁してきた、あれ言えるわけないだろう、あのね、唇が柔らかかったあー、ちょっとグループ内恋愛禁止って言ったよそれ聞いてなかった、それ知ってたら内緒にしたのに秘密結社したのでもあの時のミューチーはね、あの練習も含めてチャラかったずっとね、声引っかえなんだもんずっとときめいてるんだよね、普通に、いや、そう、なんかね、ダメだったんですよ、なんかミューチーのね、体がイケメンすぎてねマジで走って逃げたわ、5回ぐらい練習中に、ね、身長差がね、そうそう、身長差がちょうどよくてここにちょうど収まるくらいのゆずがそう、だからね、あの、私としてはやりやすかった、もう立ち位置がしっかりしてた、ああいう時はそう、あの曲、その振り付け の, あの先生と一緒に、まあ、私がちょっとペア感を出したい、カップル感を出したいって、うん、あの何度も何度も言って、うん、ああいう感じになったんだけど、 そ, だ、ね、それさ、実はさ、2番でさ、グミとモモもやってるんだよ地味にね、地味にね、まあ、ただ振り付けというか、でも私はそういう感じじゃないよ大丈夫ですかね、大丈夫ですか、やりますブルーツインズなりの足に抱きついたりしてるよね、してる、そうね、そうだね、世界観上から下に、上から下に、いや、なんかね、でもそのブルーツインのやつはさ、すごい女の子と女の子っていうのがさ、そうだね、あるんだけど、なんかこっち完全に私が男役だからなんかね、カップル感宝塚的な指導があったもんね、ゆずが1回
離れた方がいい、うん、それを引き戻すからって言ってミューチェックが入ってミューチェックいけいけ これが絶対ときめくとか言ってすごいな。そうそうそう、すごい悲鳴が上がってたもんね。ね、絶叫が聞こえた。そう、なんかね、ああいう本番の時って結構聞こえないものなんだけど、集中しすぎて、な、聞こえたもんね、バーってね。聞こえた。私がだってリハの時からここで多分みんなあの女の子モンスターがピギャーって言うからって言って。本番の時にさ、本当に歌った後にピギャーって聞こえてきて本当にありがとうございました。 やりがいがありました。今後ともねやっていくでしょうね。恥ずかしい。アドリブ混じりでやっていきたいと思います。そうしましょう。お楽しみ。はい、じゃあ次はあ、しおだ。しおしおね。あった。じゃーん。おじゃーん。あったね。キャラが脱げなかったのよ。しお捉えられてたよね。なんかそうだ、漢字じゃないと置物にも見えるよ。そっか、漢字にしてなかった。なんかね、あのなんだっけ、アンコールね、メタモライザーをやった時にこのお着物をね T シャツの上から羽織ってたんだけど、うんうん、その後の MC だよね。そう、うん、でみんな脱ぐっていうやつだったんだけど、シオさここが長いから止めてたの、下のいっぱい止めてたんだよね、安全ピンで。そしたらそれ忘れてって脱ごうとしたら全然手にくっついたままだった。着物に取り憑かれた人みたいな。取り憑かれてまいりました。掴んで離さんと。でなんかレイさんに撮ってもらってありがとうございます。いや、よかったよ。ごめんね、ちょっとあの手こずらせて。脱ぎ塩って感じ。脱ぎ塩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 みたい。美味しい。これはチンプレーかな。そうだ、チンプレーじゃない。チンプレー。チンプレー。今回チンプレーでも意外と炒め麺じゃね。炒め麺じゃね。はチンプレー。そんな感じで、はい、すごい楽しいことがいっぱいあって、だから来れなかった方はね、あの DVD& ブルーレイの発売を心待ちにしててください、うんうん、というわけで以上、チンプレコンプレでした。イエーイ。かわいい。かわいい。かわいい。楽しみって言ってる。それではね、はい、今夜は改めまして、うん、バンドじゃないもんメタモライザー発売特別記念特番。大丈夫か、うん、特別記念特番全員でお送りしています。2回言ったね、はい、大事なことなんだ。さて、私たちバンドじゃないもんはなんと、うん、明日5月17日にニューシングルメタモライザーをリリースしまる。イエーイ。待ってたよ。やったー。メタモルゼ。そう、これね、あのこの特番で改めてどんなシングルかをお話ししていきたいなと思いますよ。はい、ちゃいましょう、うん、まずね、このメタモライザーという曲はなんとテレビアニメつぐもものオープニングテーマになっています。つぐもも見た人。はーい、はーい。どんなアニメなんですか。いや、エッチです。はい、恥ずかしくなっちゃった。そうだね、オイル系エッチなやつが多いよね。そう、お風呂に入ったりするのね、うん、お風呂やたら入るから。お風呂入る、すぐ入るね。すぐ入る、すぐ入る。ラッキーエロが多い。そうだね、確かに。そうだね。あとバトルシーンがかっこいいんだよね。本当にかっこいいアニメになってます。そうなのよ。この楽曲はですね、再メジャーデビューでシオたちが初めて出したシングル「キネマスター」を手掛けていただいたプロデュースチーム9メガヘルツさんに作っていただきました。はい、もうね、チーム3回目だよね。もうね、キネマスター、おパヤです。あ、もちろん、シオちゃん、何なの、体と大衆、体と大衆、そしてメタモライザー。はい、そう、そう、なんか3回目ということでね、シオたち、バンモンとちょっと距離が縮まってるのではって感じるんだけど。そうだね、もうマブダチだ。マジか。そんな縮まってたか。縮まったね。はぁ、ね、しかもさ、つぐもんもさ、今度、来週君たちみんなでさ、あの声優に挑戦した回がやる。今週末21日放送のつぐもも第8話にね、うんうん、全員で声優さんとして出
演させていただいて。そうなんですよ。やばい、やばい、ドキドキ。これさ、言わなくてもさ、みんなさ、気づいてくれるかな。あ、誰がどこだったか、ね、グミちゃんのとことか、モモのとことか絶対わかる。絶対わかる、そこわかる。一回頑張って言ったやつ。そう、これこの子ですって言わないでさ、一回なんか当てに入ってほしい。確かに、そうだね。わかるかな、ね、なんかシオさん一人で、あの4月16日日曜日に放送された第3話くくり姫の回に、あの7文字だけ出演してるんだけど、それはね、気づかなかったっていう人が多かった。じゃあちゃんと役に入れてた、うまかったの。そうだよ。いや、なんかもう7文字だからかな。でも他の声優さんたちとこう混ざっても違和感なくできてたんだよ、うん、そうだよ。はぁ、そうだとしたら嬉しまるけどな。はぁはぁはぁよっ、名声優コメントがよっ。あ、ほんとに。はぁ、このね、オープニングテーマになってるんだけど、はい、私、コシオリンゴはですね、アニメの主題歌って聞いた時に本当に嬉しくて、バンモンでね、アニメのお仕事ができるのも嬉しまるなと超嬉しいと思ったんだけど、ついに先日、新曲メタモライザー、こちらのミュージックビデオが公開されました。この衣装着てるね、ちょうど。そう、これ。そうだね。この撮影がですね、ほぼ24時間かかって、かかったね、30時間かかった、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 人によっちゃう、そうそう、うちは30時間かかった、桃組がかかった、ただ途中耐えきれず寝てた、ソファーに2人で寝てるのみたいな、これなんかこの MV 撮影時のチンプレイ、コープレイもあったりするんじゃない、絶対あると思う、あるある、ありそう、カレー食べたよね、カレー食べた、美味しかった、なんかさ、外にさ、外のテントに準備してあってさ、みんなでさ、こう順番並んでさ、給食みたい、で給食みたい、キャンプみたいだった、なんか確かに、ね、楽しかったね、スタッフさんもね、混ざってね、並んで、うん、超楽しかった。なんかあれ、サバゲーとかする、サバゲーとかみたいな、そうとこらしいよね、うん、サバゲー場だったね、あ、爆発したとこはサバゲーじゃないんだけどね、あ、そうそう、あれはね、爆発するところじゃない、特撮の爆発場所、そう、爆発以上、爆発シーンもさ、あれね、あれディスプレイじゃない、ディスプレイだったね、一回だけで OK になったんだけど、一回しかできなかった、一回しかチャンスはなかった、そうだね、そう、ここに今端にいる黄色とね、水色の2人がね、なぜか走ってる途中どんどん寄ってる寄ってて、ね、よく見るとすごいくっついて走ってる、うん、よっしゃーでジャンプした時、マジでわしらさ、多分さ、50センチぐらいしか離れてない感じ、こんぐらいだったね、本当にこんぐらい改めて見てる、あの爆発のカラーでごまかされてるよく見ると真実がすごい、クミちゃんが黄色の中に一緒に入ってきてるあのなんかそれ、メイキングにもね、そういえば、うんうんうん、あのメタモライザーのメイキングが特典として入ってる CD とかあるんですけど、はい、うん、そっちの方だとね、あのそこら辺について言及してる、そうこいつらできてる、あれさ、まっすぐ走ってると思ってたんだよね、うん、え、でも難しかったよね、そうそう、言った、そう言ったんだけどね、あのグミね、ポンが寄ってきてると思ってたんだよ、だから走ってる時にこう視界にポンが入ってきて、うわ、ポン間違えてんなと思ってこれやっちゃったなと思って、なんかこいつやっちゃったと思ったら、なんか誰かにグミちゃん寄ってってたよねみたいな言われて、あれ、そう、あれっつって確認したら完全にそれまで一回もそんなことなかったのよ、そうだね、だからあれ結構傷ついたよ、なんでだよ自分でね、まあ、練習はね、爆発にする前に何度も何度もやったんだけど、うん、その時はね、グミさんまっすぐ走ってたで、できたね、なんでああいうことが起きるの、もうじゃあ全部ポンが悪い、コメントでも全部ポンが悪いってめっちゃ見てる厳しい、厳しい、そう、本が引き寄せてしまった、引き寄せた、言いたくなっちゃった、言いたくなっちゃった、黄色がいいなって思っちゃったあとシオ、コメントでよく来てるのがね、ジャンプの滞空時間が長かったんだって、ね、来てたのよ、何してたの、それでね、うん、ちょっと寝てた、寝てた、眠いって言ってたもんね、そうだね、あの日一時眠いって爆発で起きるかなって言ってたけど爆発しても起きなかったそれで降りてきてたジャンプ力高い人好きそこでね、まさかの推し編があるかもしれないけど、ミュウが
シーより塩の方が滞空時間長かった。滞空時間長いから押せるわ。そんな人おるんだ、時間フェチみたいな。いろんな人がいるね。そうね。それではここでね、はい、その噂のメタモライザーのミュージックビデオをみんなで見たいと思います。あ、やったー、見たか、見たかろうよ、みんな、ね、ここまで話されたら、うん、それじゃあメタモライザーミュージックビデオスタート。シオのハワーショッピング、イエーイハワイエーイ。さあ今回もこの番組を見ている皆さんにスペシャルな商品をご紹介したいと思います。ハワハワ、あ、アザラシはダメだからね。ちょっと待って、今日シオ一人って思った、みんな一人でやると思った、思った、思ったよね。だけれど皆さんご心配はいらないなの、今からシオとハワーショッピングをする相方を決めたいと思います。今からね、どうしようかな、じゃあやりたい人、やりたい人、やりたい人、ハワーちょっと待って、今ちょっと遠くで聞こえた、声ちっちゃいかな、外でなんかお祭りがなんか、お祭りが、行こうぜ行こうぜ、そう、声今日声ちっちゃがちかな、今日しよう、声ちっちゃがち、聞こえない、やりたい人、じゃあやりたくない人、やっぱまた盛り上がってる、なんやねん、盛り上がってる、なんやねん、みんな台本通りにしっかりとどういうことやねん、しょうがないなのな、じゃあどうしようかな、しようが決めていいってこと、みんなが決める、どうしようかな、やりたい人、じゃあどうしよう、じゃあシオが決めまる、今から言うのに当てはまった人が自己申告してください。なるほど、なるほど、何しようかな、じゃあどうしようかな、じゃあノープラン、豆が好きな人、豆、あれ聞いたことある、豆、豆よりもみんな好きよ、豆が好きな人、前ポンスター豆好きって言ってなかった、そんな時期もあったかもしれないじゃん、スルメ、スルメが好きな人、バニク、あれあれ、じゃあしょうがないな、じゃあ、うん、もつ鍋とか割と好きな人、バニクー、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、はい、いらっしゃい、はい、いらっしゃいませ、はい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 、いらっしゃい、お邪魔します、はい、いらっしゃい、初めてなんだよな、そうだよね、やったことないだろうと思ってね、指名しちゃったよ、あれね、できるかしら、この2人で お届けしたいなのけど、うん、せっかくだから、はい、タイトルコールやんない、いいの、うん、じゃあ、うん、塩と本のハワーショッピングっていう感じしようかな、かしこかしこ、うん、かしこかしこまりました、かしこじゃあ行くなの、はい、しおと本のハワーショッピング、はい、拍手、はい、拍手あ、すごい、オレンジ色でコメントが来てる、お気が利くね、おしらが混ざってるからオレンジだ、そうなの、そうそう、時計仕掛けのオレンジをじゃあ今日はこんな2人でお送りしたいと思いまる、はい、今回紹介したい商品は、はい、こちら、じゃじゃーん、ババン、ハワン、ニューシングルメタモライザーです、メタモライザー、そう、これね、今日フラゲ日だからもう持ってる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、もう一回改めて説明すると、うん、アニメツグモモのオープニングテーマとなっておりまして、うん、9MHz さんの武士9メガヘルツさんの武士が炸裂の武士ね、武士炸裂してるね、武士が炸裂したジェットコースターサウンドとなっております、イエーイ
武士じゃないよ。武士じゃないよ。とにかくねこの曲を聴くと、うん、元気になったっていうね感謝の声がすごいたくさん届いてるの。なるほど。そうそう。これさポンちゃんも聞いた？聞きましたよもちろん。そうでしょ。なんか最近元気なかったじゃん。はい、聞いた後どうだった？聞いた後あなんか元気になったりとか。まあ、してたでしょ。確かに。そうですね、うん、最近割と元気ないがちでした。今なんかあんま元気ないかな、うん、そうなんか元気あんまりない。歌ってみんな。変われない。あ、聞こえてきた。あどのくらい元気になったのか教えてほしいの。どのくらい元気になったのか教えてほしいの。どのくらい元気になったのか教えてほしいの。これね元気になっちゃうんだよね。ポンちゃんだからとかじゃなくてね。そうそうそう、なっちゃうんだよ。なっちゃう。そうしょうがない。なっちゃう。元気になっちゃうんだからこれ聞いたら。ね、そうでねこれ聞いた時からね、うん、お体の方どうですか？なんか。うん全部が健康になったような気がしました。でしょ、はい、なんかちょっと赤切れとか治るでしょ。なっちゃった。赤切れが一個もないよ。ちょっと赤とかあった。興味が湧いてきた。赤切れとかも赤切れもあざにも効くメタモライザーいかがですか？すごいからねこれ。なんか例えばさ、うん、ちょっと染めあの髪染めたんだけど割となんかプリンになるの早いんだよねっていう人もよかったら聞いてみて。それポンちゃんある。そうどうなるの？プリンにならない。そんな効果もあるの？メタモライザーそうすごいの。あのね全方位的に効くから。そう怖い怖い怖いってコメントがめっちゃ来てる。そうすごいのよこれね。まあ聞いた後ね個人差はね、うん、効果個人差がありますのでね皆さんご注意してほしいなのけど、うんはい、気になるお値段はいこちらは半分税抜き1200円となっております。なんだってすいやすいやすいや伝わりづらい。安いすいや安いんですよこちらでねこれねあのいつもこの配信中ね、うんうんうん、お得な商品を紹介してるんだけど、はい、このシングルってお店でも買えるじゃんって思うな、うん、まあそうですねお店でも買えちゃいます、ね、お店でも買えるんじゃねって感じのじゃん。はい買える一旦もめんじゃね一旦もめんお店でも買えるんじゃね。そうお店でも買えるんじゃねって思った皆さんご安心ください。なんとプレゼントがつきます。なーにーやっちまったなのな。ファミリア黙ってはわファミリア黙ってはわということでこちらじゃじゃーん生写真これね生写真なんですよ6枚ねすごいよあるんだけど、うん、これ生写真初めてだよねメタモライザーの。そうだね生写真って珍しいんだよ。珍しい意外とないのよありそうで。でこれ、ね、あのメンバーのソロアーシャのね、うん、かわいいみんなが写ってるんだけど写ってますよ。今回この税抜き1200円のメタモライザーを、うん手に入れてくれた方にはこの生写真をプレゼントしちゃいます。マジですか。はいこれお店で普通に買うよりお得ってことよ。お得、うん、ついてきちゃうんだからすごい、うん、これはメンバーの生写真は誰が欲しいのとか選べちゃうんですか。どうなんですか。なんか言えてなくて。なんとなんと選べちゃうんです。好きなメンバーが選べちゃうらしいですよ。選べんの。ちょっとちょっと今しおさんのホワーショッピングやってるんですがちゃんと聞いていただけますか。視聴者の素晴らしい素晴らしい視聴者がいるな。選べちゃうらしいよメンバーが選べるです。見てコメントで背中に貼りたいって来てるから。これ背中に貼ったらどうなるかやってみる。背中に貼ったらどうなるの。じゃあももの、うん、ももの生写真を、うんうん、セッあれなんかジャンプが止まらない。すごい元気になった。ももの写真にまでさっきと一緒だ。もう何も浮かばないからやめてください。さっきと一緒だ。これもね貼ると元気になっちゃう。しかもやっぱりこっちも赤切れが治ってる。すごいこれはねお得ですよ1200円だしね、うん、なので皆さんぜひね、はい、これ購入してほしいんですけど購入方法はと言いますと、はい、
こちらの商品をご希望の方は URL が今上に出てまるので、じゃじゃん、こちらのリンク先からご購入お願いします。お願いします。ちょっとよくわかんないよっていう方は一旦なんかポチってしてみたら、この上のやつ、うんうん、まあ、ひとまずダメ元でも押すべきだよ、ね、うん、今ポチるべきだよ。そう、一旦押してみて、うん、そうなのよ。制限時間も制限時間あります。そう、なんだってあるよ制限時間は、うん、こんなお得なのずっとやってられないからね。そうだよね、そうだよ。特別なやつだからね。これはですね、あの発売日中なんだよね。5月17日明日の23時59分までが対象となっておりますので、なるほど、皆さん忘れないように今すぐクリックしてほしいなの。うん、これはね発売日特別なのでね、皆さん何卒よろしくお願いします。以上シアターボンのハワーショッピングでした。ありがとね。ハワーショッピングカロリー高いね。あ、そう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 、割と女子は疲れるっていう、ね、いやお疲れ様、お邪魔します。お疲れ様でした。いやでも初めてしおりんのハワショッピング出れて嬉しかった。本当にこれでみんなやったんじゃない、うん、確かに。あ、そうだね、全員やった。ハワー、はい、ということで、さて続いてはこんな企画に挑戦します。イエーイ。なんだ、うん、変身ジェスチャー対決。イエーイ。これははい、ジェスチャーと明日発売のニューシングルメタモライザーは変身という意味のメタモルフォーゼと、うん、起き上がるという意味のライズとの造語です。うん、知ってた？知らなかった。 そこでね、これから2チームに分かれてジェスチャーゲームで対決したいと思います。なるほどね。で、成績が悪かったチームには恥ずかしい罰ゲームがあるそうです。え、絶対に嫌だ。罰ゲーム怖いからね、この配信。そうだよ、無理、ガチで怖いからね。商品じゃなくて罰ゲームの方優先する。そうだよね。でね、まずはね、あ、聞いてる？はい。ね、まずはね、チーム分けをします。はい、はい、グーとパーで決めます。グーとパー、グーとパーです。グーかパー出すやつね。じゃあ今行く。じゃあ俺チョキ出す。そういうやついるよね。俺チョキ出す。グーとパーなのに。ノリが正午、ノリが正午。デクシデクシ。せーの、グーとパーで分かれましょう。あ、2個出しちゃった、2個出しちゃったけど。おお、ダメだ、マンマ分かれましょう。おー、分かれよ。じゃあマイク3人、やばい予感しかすなくなった。あれ、お前クッシーラーメンじゃないの？こんなクッシーラーメン、クッシーラーメン、クッシーラーメン、クッシーラーメンのマントまでついてる。うわー、ついてる。クッシーラーメン、やばい予感しかしない。やめて、罰ゲームしたくない。何チームです？ネオトリプルファンタジー許可曲。そうやな。ねえねえ、ネオトリプルファンタジー許可曲。ああ、やばい、横二人ついてきてない感じが。前もそこそこやばい感じだった。ね、じゃあこの3人がじゃあ番チームって今日はしよう。番チームで、はい、ごめんね、後ろ3人が門チームにしましょう。番チームか、はい、モンモン、うちらがパン、そう、モモ、番チーム、ね、グミシオが番チームで、ポンとみーちゃんとみゆちがモンチームで始めます。で、まず先行はバンチームで簡単なルール説明をします、うん、はい、じゃあ3人の中で1人がジェスチャーをして、残りの2人はそのジェスチャーをしているのは何かっていうのを当ててください。はい、そう、何かっていう制限時間は2分間です。おー、はい、いいよ。パスは1チーム3回まで、ジェスチャーをやる人は正解後順番に変わってください。はい、うん、うん、2人は椅子に座る、はい、1人は立ち、ごめん。じゃあ1人が、じゃあ誰がやる最初、うん、バンチームからか。そうね、うん、はい、誰がジェスチャーする？え、これ変わるんじゃないと、変わっていくんだよ。正解したら次の人って、ここでジェスチャーするんですよね。最初が見て当てる人やったら、これはパスはありなのかな。あ、じゃあさ、一番書いてみよう。ごめんね、一番書いてみよう。うん、バス3回、一応話ばきストランケン3回。じゃあ、モモの突然のクリアビューにビリリ倒してる。そしたらさ、じゃあ一回椅子を全部こっちにどけよう。モモの次、グミちゃんがジェスチャーね、うん、そいつやってるから。あれ
当てる人は1人だっけ、うん、回っていくんだよ。わかりました、うん、あ、2人で当てるのかと思ってた。わかりました。2人で当てる、ね、足を当てていいのか。うんうん、うん、あ、なるほど。当てるぞ、イエーイ。それでは私たち番チームの、はい、挑戦です。ジェスチャー対決頑張れ、スタート。モニター見ちゃダメよ。はい、ゴリラ。合ってる合ってる、よいしょ。あ、なんだろう。あ、サル。うまいうまいうまい。ハハ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 ハ。小島よしお。イエーイ。人物多くない？あー、サダコ、サダコ。めっちゃ早いとダメだと思います。クミちゃん行かないと、クミちゃん行かないと。あと、今のだと見ちゃったかも。あ、ほんと？じゃあ変える変える変える。次のにして。はわはわはわ。すごい顔してる。すごい顔してる。あるよ。あるよ。どうやんだっけ？いっぱいあるよ。あれあれ、いいあるよ。有名なやつ。アヒル、ガチョウ、白鳥。何それ何それ何それ。あ、これも白鳥の湖。鳥。鳥。丸、座る鳥。おまる。じゃあおみゆさんからいく。クセラメパワー見せてみろ。かかってこいや。かかってこいや。リリリリ。それではね、モンチームかな。はい。じゃあモンチームの挑戦スタート。次です。おおおお。ゴリラゴリラ。早い。うまいな。わかんない、それ何それ。さっきの
ちなみに元気なミサコはフナッシーでした。フナッシーが。元気なミサコです。チンの時に限ってさ、アンドロイの気がさ、よりによって。そうなるのすごい、ね、私たち6問正解。やったー、かかってこい。ということは、あれこれってさ、うん、得点数が多いのと少ないのどっちが勝ちなんだっけ。え、あ、聞いてなかった。確かにね、決めてなかったよ。ルールまだちゃんと決めてなかったよ。決めてなかったな。え、何話してんの。何よ、何話してんの。決めてなかったな。どっちが勝ちなんだっけ。え、点数の多い方と少ない方どっちが勝ちか決めたっけ。まあ普通に考えて多い方だよね、勝ち、うん、あれ難しい。今何の話してんの。あれ。じゃあ今回はね、ということでしましょうか。あ、わかんないな。アントニオミューズじゃねえ。はい、ということで、じゃあ今回は、モンチームが6問で優勝でした。すごい、よっしゃー。あ、でもソリマチ罰ゲームだなってきてる。そうだね、ソリマチ。ソリマチは、ソリマチ、ソリマチ、言葉の連想ゲームよくなかった。反ってるっていう。反ってるって、ソリマチ、そういうことじゃないから。やっぱあれは良くなかったね。はい、以上、天心ジェスチャー対決でした。罰ゲームはね、エンディングで発表される。なるほどね。お題で罰ゲームみたいなとこあったね。確かに。罰ゲーム最後だね。やってまいりましたが、残り時間がわずかとなってまいりました。あら、まだだわ。続いてはこんな企画いきましょう。題して、変身アンケート。アンケート。なんだそれは。もしも一日変身できるなら誰になりたいか、メンバー全員にアンケートを取りました。そのアンケートをもとにクイズを出題します。うん、なんだ。クイズに優勝したら商品はありませんが。ないんかい。早速クイズに行きます。ないか。じゃあ、あれをもらってもいいですか。頑張れるかな、あたいに資料を。あら、でもきっとね、私が思うには正解しといた方がいいんだろうなと思います。本当に。どういうこと。今後のね。そうそう、シュエラルキーが変わってくる。あるかもしれないじゃん、あいつできるやつだから。じゃあ、じゃあ頑張る。頑張ってください。じゃあ私が今から問題を出します。たたん。七瀬グミさんが変身したいなと思ってるのは誰でしょうか。まずはノーヒントでお答えください。一日変身できるなってやつだよね。なんだろうな、これどうなんだろうね。憧れてる人に変身したいのか、うん、もう全然違うものに変身したいのかにもよるよね。そうだね。憧れてる人だったとしたらトミーさんになりたいんじゃないかなと思う。確かに。ああ、選手は問わず。あ、うん、なりたい相手の。あ、そうだね。あ、ちなみに、そうですね。ってこと？一人の人間です。偉人？偉人でもありますかね。あ、偉人と思ってる人もいる。なるほどね。答えていいの勝手に、うん、どうぞ。ミランダか。なんで思ったの。なりたいよ。なりたいけどさ。ミランダか。みんなの憧れだから。そうだね、みんなの憧れだよね。みんなの憧れ。え、これグミ分かりやすいと思う。分かりやすい。そうそう、いつもいいね。ヒントって出していいんですかね。いつも言ってるよね。いつも言ってる。これもう早く思いついたもん勝ちな気がする。はい、キキキリンさん。好きだけど。いつも言ってるっけ。好きだけどね。ちょいちょいだよね。違うか、うんうん、好きだけどね。もうちょいいつも言ってるかな。待って待って、もうちょい近い、近いかも。はい、イルカ。ブブー。人間です。人間ですよね。あ、人間なんだ。ごめん、そう、一応人間で答えちゃった。え、なんだろう、誰だろう。誰かな。じゃあ、ヒント、理由発表します。あ、お、その理由は好きだから、あんなに気持ちよくかっこよく歌ってみたい。歌うんだ。はい、ピンポン。ピンポン。ファーストサマーウイカさんです。なるほどね。ハワイ。なるほどね。じゃあ、ね、1ポイントを。1ポイント。じゃあ次いきます。はい、鈴木美沙子さんは、うん、が編集したいと思っているのは誰でしょう。ノーヒント。はい、ノーヒントです。はい、あ、かっこいいおばあちゃん。あー、惜しい。惜しい惜しい惜しい。めちゃくちゃ惜
しいね、いきなり。かっこいいおばあちゃん。人の前で言わないといけない。いや、ヒントはね、うん、慣れないね。慣れない。慣れない。慣れない。普通には慣れない。あ、目指して慣れるものではない。ないと思う。大体は。今コメントの中にね答えがありました。あら、見てなかったよ。ラッコって書いてある。ふなっしーじゃない。さっきなってたよ。モノくんってなるよ。モノさんなりたいの。またちょっとキリン、それこそキキキリンさんが分かる。人の名前、あのね、もっとアバウト、もっとアバウト、固有名詞ではない、うん、あ、分かった。お、皇族。それ頑張ればなれるじゃん、なんか。ヒント、ヒント、じゃあ理由言うね、うん、悪ガキに説教したい。悪ガキに説教してるおばあちゃんいるっけ。あれ、え、な、何近まってる、近まってる、近まってるよ。なんで、雷おやじ。近まってる、あの、雷おばば。あ、なれた。そんな感じ、ミーチ当たりでいいんじゃないから。グランマサラ、グランマサラおばあちゃん。正解はおじいさん。はい、おじいさん、おじいさん、ざっくりおじいさんになって、あの公園とかにゴミ捨ててく中高生とか、そういうの持って帰れ持って帰れ。何それ、めっちゃ今それやっても平気じゃない。今やっても持って帰れ。ついでついて、ついでついて。でもなんかおじいさんの方が嫌味がないというか、なんかそれが許されてる感じあるっていうか。確かにね。そう、私が今いてもだいぶ何言ってんだよみたいな感じに逆ギレされる可能性が強いけど、おじいさんだと、なんかうせえなって言いながら持って帰る。なんかね、市民権得てるよね、キレゲーの。そうそう、キレゲーの市民権を得てるよね。じゃあ続きまして、はい、恋しおりんごさんが変身したいものは何でしょう。はい、はい、カメラゆかりさん。ブブー。え、人間だよね。人間です。固有名詞ですか。固有名詞だけど、固有名詞にはとどまらないかもしれないですね。ええ、にはとどまらない。なんとかな、なんとか、うん、なんとかな、なんとかが重要ですね。なんとかな、なんとか、むずくね。でも完璧にお姫様近い、近い、え、近い。これもしおりんが普段から言ってることです。絶対ヒロイン。それをもっともっと具体的、なんだろう、とっても具体的よ、とっても具体的。甘い、はい、世界一可愛い女の子。惜しい。世界一可愛いまでは、はい、あら、世界一可愛いヒロイン。もっと世界一可愛い、あ、世界一可愛いしおりん。惜しい、惜しい。あのね、しおりんの重要な一言が入るんです、よく言ってる。泡。あ、じゃあヒント出します。その理由、シオはシオのなりたい女の子になりたいから。世界一かわいい。なんでだね、なんでだね、完璧だ。絶対ヒロイン。じゃあ正解言いますね。ほぼね、みんなのアフター出ました。なるほど。シオリンが変身したい人は世界一可愛くて完璧な恋しおりんごって。ああ、恋しおりんごね、なりたい。なるほどね、なるほどね。じゃあ続きまして、はい、天夏ゆずさんの変身したい人は誰でしょう。これはちょっとね、意外な角度でいきますね。あ、意外な角度ね。当たるかな。男性、女性。男性でしょ。はい、男性。やっぱ、はい、美佐子さん。スティーブ・ジョブズ。あー、でも遠くないよ、ね、遠くはない、遠くない、遠くない。はいはいはい、ケン・ヨコヤ。あー、なりたいね。でもケンさんも、はい、けどもうちょっと自分のたちのためにこう利用しようとね。もっと身近っていうのかな身近というかね、うん、直結するよね。直結するする。えー、じゃあちょっとヒント出しますかね。ヒント、その理由は、うん、変身した1日を使って万文を激プッシュって言いまくる。かっこ今でも感じています。ありがとうございます。ウーパールーパー。なんでだよ。
パが激プッシュしてくれる。はい、はい、符号。あでも符号の可能性の高い。符号の可能性がある。可能性がある。はい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 、はい、シャッシャ。違います。あーあ正解がもうコメントで。嘘、チョコチョコ流れてるよ。はい、はい、石油王ブブーさっきちょいちょいね、あのタモリさんっていうのはね流れてるけどね。タモリさん今でも感じています、ありがとうございますって言いたくなる。リリーフランコメントで今でも某社の某社の、はい、ポニーキャニオンの長。ピンポーン、正解。吉村社長さんでした。一日鳴らせてください。なるほどね。でした。それすごいな。次で最後の問題になります。待って、最後は望月美優さん。なんで私最後なんだろう。望月美優さんのなりたいものは何でしょう。はい、うん、いお母さんブブと思うよね。と思うよね。って言ってたけど、変身 したいなって、ね、分かった分かった、はいはい、白石麻衣さん。うーん、なりたい。はいはいはい、石原さとみなりたい。あのね、憧れ系ではないよね。憧れ系ではない。はい、はい、素敵なお母さん。ブブー、お嫁さん。結婚願望。はいはい、不思議の国のアリス。なりたい。違うんだ。あのモンスになりたい。ミカド。ありがとうない。一番近い。一番近い。わかった。わかった。生まれ変わっても私でいたい。かっこいい。ねえ、なんで味方で近いってなって生まれ変わっても私でいたい。誰の顎になりたいって。あ、わかった。アニメのキャラクター。ブーブー。ヒントヒント。ヒントは。ヒントピント。もうね、これ読んだら分かっちゃうけどいいですか。はい。はい、はい、なんか男の子。ピンポーン。分かった分かった分かった。いや正解です。男の子になりたい。単純に男の子になりたい。持ち出てるかと思ったの。その理由、なるほどね。多分中身は相当イケメンだから人生楽しめそうっていう、うん、すでにね。なるほどね。コメントが来ております。自分は多分男だったらね、中身は合ってると思う。なるほど、今のスペックを持ったまんま、うん、そう、男の子になりたいということね。そう、そう、多分確かにモテそう。ピッチが男になったらチャラそう、チャラそう。で、モモがね、なりたいのはね、うん、内田理央さんと馬場ふみかさんっていう2個選んだ。現実的なことを書きました。というわけで、以上、バンモン変身アーケードでした。わー、それではここでミュージックビデオを見ていただきます。お、ほんと初公開。うわなんとファンタスティックのミュージックビデオを公開したいと思います。それではバンドじゃないもんでファンタスティック。ハワーシアのハワーショッピング2回目。ということで、今回もシアと一緒にこのコーナーを盛り上げてくれる相方を1人、いや一人と言わず二人決めたいと思います。ちょっとそこのおいで、ハワ。自分たちですか。そうそうそうだよ。俺たちですか。自分ですか。二人しかいないじゃん。私そんなキャラなの。いないなんだ。メイスか。意外にも。そうそう。あじじじじ。マジだ。あじじじ。なんかキャラ変わった。あれはパイセン。マジ。あじじじ。アザラシはアザラシは知ってるんだけど、これ誰。ツルス。ツルか。じゃあ今日はアザラシとツルと一緒に。やりたいと思います。オーケース。じゃあタイトルコールやる。シオとアザラシの。あとこれもいるか。ちょっとアザラシスレもいるからアザラシとって言って。ごめんねごめんごめん。いいよ。いくよ。シオとアザラシ。ツルのハワーショッピング。ということで、さてこの時間もご紹介する商品はもちろんこちら。あれどっか行っちゃった。どこだ。どこ行っちゃった。どこだ。どこだ。あ、ちょっと。ちゃった。ありがとう。ありがとう。全然全然持ってきてくれないこの。全然1ミリも持ってきて。ちょっと待っててじゃあ。持ってないです。持ってくれてる。
ほぼ見えないアニメこちらじゃじゃーん、ニューシングルメタモライザーです。うわー、こちらの商品にはメタモライザーと、そして さらに先ほどミュージックビデオをご覧いただいたファンタスティック、そしてさらにさらに細胞 SPC といった3曲が収録されてまる。おー、3曲もすごい。そうなのよ、もうちょっと盛り上げて。すげえ、すごい楽しい。そうなんだよね、そうそう。さらにね、今回購入してくれた方にはとても嬉しい特典がありまるよ。何ですか？視聴者の正解だった。ありまるよ、それはこちら。あれ、ないの。ちょっとちょっと、ありがとう。ちょっとこういうの持ってくる役頼んだのじゃん。え、さっき頼んだよね。ちょっとうちら聞いてない。待って、ちょっと初出演なんで女子ちゃんとやってほしいなんだけど。じゃあこれ持ってて。はい、持ってて。見えない。アザラシが自分を犠牲にして持ってくれてる。はい、こちらの万文メンバーその生写真がついちゃいます。ちょっと見えづらい、見えづらいよ。アザラシちょっと広げて、一枚一枚見えるように広げて。そう、ほら、映ってない、映ってない、落ちた、落ちたよ、本物。それ、それ守って、そうだねな。頑張って、私頑張って。はい、こちらプレゼントしちゃいます。そうだね、本当にプレゼントする、これ。え、今更しないとかいう流れあるんですか？ないよね。ない。プレゼントしようね、鶴がそう言うなら。そうだよね、そうだよね、さすがに二人がそう言うならしようね、うん、じゃあね、うん、こちらをどこにも売ってない非売品ですので皆さんお得です。あのね、なんとこの写真とにかくすごいなのな、うん、メンバーのまさにアイドルといった素敵な顔とか見れるなの。ちょっとやってみて、アザラシカメラどこ、カメですか？これ3、2、1、アイドル。こんな顔も見れちゃう、すごいなのな。しかもね、もっとすごいのよ。その他にもね、ちょっとセクシーな顔とか見れちゃうの。あら、あ、セクシーな、セクシーな顔できる。鶴さんやってくださいよ。え、鶴さんしょうがねえな。鶴セクシーできまるの？できるよ、俺できる。鶴できまるの？オッケー、オッケー、行くよ、セクシー、バレた、セクシー行く。バレた、バレた。3、2、1、9。あー、足がセクシー。これ本当できないですよ。それはやりすぎ、やりすぎ、それはやりすぎ、ちょっとやりすぎ、それはやりすぎ、ちょっとセクシーすぎる。あー、危ね、危ね、ちょっとやりすぎちゃう。こんなこともできちゃうんですよ。そしてね、さらにね、もう一つ、さらにはちょっと顎が出た可愛らしい顔も。顎？探すな誰の顎ちょっと出た、ちょっと顎もちょっと出せた、可愛い顎出しスープ出すぞ。顎出しスープ出すぞ。顎出しスープって、それ詳しく教えてもらっていいですか？魚の出汁で取ったやつだよ。顎は関係ないっすね。こっちの顎は関係ないよ。こんなね、魅力的なね、アゴだしスープも入ってるんですよ。そう、こんな魅力的なアゴだしスープも入ってる。なんとこちら税抜き1200円。おお、盛り上げて、おお、税抜き1200円。びっくり、妥当、妥当くね。はい、こちらの商品をご希望の方はツンツンツン、上に URL が出まるのでね、こちらのリンク先からご購入ください。気をつけてほしいのが、5月17日発売日中の受付になってまるので、5月17日23時59分までが締め切りなので、皆さん早めにポチッと押してみてほしいなの。ちょっとクッションシールド、ちょっとおいで、最後のあれやるよ、締め。おーい、みんなおいで。それじゃあしおと一緒に言うなのな。しおとアザラシとツルとアゴのショッピングできた。ありがとうみんな。アゴ単品での出演。アゴの
なかった顎だけで顎のみの出演だった。今回のオファーは顎にしか来てなかった、ね、顎単品でって言ったからね。素敵ですね、ポストカード、うん、本当にポストカードじゃないや、ね、生写真。そうなのよ、ハワーショッピング怖い。ぜひね、よろしくお願いします。カロリー高かったね、今回は。カロリー高い。あー、大変大変。ももさん、じゃあそろそろあれなんじゃないですか。あれなんすね。あれっすよ。お時間ですかね。お時間です、うん、まずは番門からのお知らせです。はい、はい、私たちバンドじゃないもん、明日の5月17日ニューシングルメタモライザーをリリースしちゃいます。メタモルぜ、メタモルぜ。はい、そしてさらにですね、バンドじゃないもん全国ツアーが始まります。ヘイバンドじゃないもんダダダッシュツアー2017、ちゃんと、あ、違って間違えましたね一緒に達成感始まりたいよこちらね、5月30日の千葉ルックを皮切りにスタートします。いろんなとこ行くからみんな会いに来てくれよ。詳しい情報はバンドじゃないもののオフィシャルホームページをチェックしてください。さあ、今日はおよそ1時間メンバー全員でお送りしましたが、みんなどうでしたか。リスナーに向けてたのか、こちらなのか、もう一回もう一回もう一回1時間6人でお送りしましたが、みんなどうでしたか。楽しかった。これは売れたわ、メタモライザー売れた。今回もね、結果を出せそうなことを感じられました。ここで最後にジェスチャーゲームで敗れた3人に罰ゲームをやってもらいます。じゃあちょっとミューチー読んで。しゃがねえな。罰ゲーム、はい、じゃあね、罰ゲームはですね、お姉に変身して、お姉メタモライザーの宣伝で、楽しそう。3人のお姉の皆さんでは別のスペースに移動していただけますでしょうか。どうぞどうぞ。お姉、こちら、こちらです。どうぞこちらです。お姉の、すごい嫌だ。お姉さんではない。お姉さん、お姉さん、お姉な恋しよう。お姉さん、お姉さんではない。お姉さん、お姉さんではない。お姉、お姉さんではない。低くてびっくりだった。じゃあお姉の皆さんに3、2、1で告知言ってもらっちゃいますか。そうですね、行っちゃいましょう。じゃあよろしくお願いしましょうかね。はい、3、2、1、どうぞ。どこにいやだ、ちょっとカメラ撮られてるんだよ。ダメだよ、腰を崩れてるかな。基本的にダメなんだから。ダメだってば。ヒゲ生えてきてるかな。顎生えてきてるから。顎生えてきてる。顎の話はいいか。メタモライザーメタモライザーのステージは告知。なんかみんな顎隠しがちなんだけど、なんでな。メタモライザーを聞くとヒゲも綺麗に流しいわよ。便利って話。あの永久脱毛らしい。うん、すごい。らしいなの。おっぱいも大きくなりそう。本当に。うん。